マンチェスターシティに在籍するなでしこジャパン MF 長谷川結は、同選手が所属するマネジメント会社、UDN スポーツが手掛けるサッカー教室、地下田企業から未来をスポーツフェスに講師として参加。特別講師として登場した元バトミントン日本代表の桃田健人と共に、小学生約80名と交流した。低学年と高学年に分かれてトレーニングは実施。 長谷川はドリブルで子供たちから逃げ回ったり、ミニゲームで絶妙なアシストを決めるなど、約90分にわたって汗を流し、終了後は参加した子供たち一人一人と記念写真に応じた。長谷川は、自分が子供の頃を思い返すと、こんなにパスを繋いでいなかった。自分が子供だった頃よりもレベルが高いです。と驚くとともに、楽しむことを忘れずに。 皆さんそれぞれに目標があると思うので、それに向かって頑張ってください、とエールを送った。教室後の取材に応じた長谷川は、イングランドでのシーズンが終わり、一度帰国してからなでしこジャパンとして参加したスペイン遠征、5月31日、3日。共にニュージーランドと対戦、を振り返り、コンディション面の難しさもあって、個人的にはそこまで良いプレーはできなかった、と、 初戦は後半途中から2戦目は先発して80分過ぎまでプレーした2試合を解雇した。長谷川自身は離日前、厳しく求めていくことは本当に大事、と、自身や各選手たちのチームへの関わり方に言及していたが、今回の遠征で納得している選手はいないと思います。としつつ、だけど若い選手、普段は出場数が少ない選手から、自分がやってやる。 という気持ちが見えた試合でもあった。として、いつも出場時間が長い選手にも刺激になったと思いますし、いい競争ができていると思うので。特に若い力は自分自身が求めていることでもあるので、今回そういう選手たちが得点や試合の中で結果を出したことは、チームにとってポジティブだったと思います。 パリオリンピック2024出場選手発表前となる最後の試合で収穫があったと話した。パリオリンピック出場メンバーは6月14日に発表される。心境として自分自身はリラックスしていますし、一回リフレッシュしようというタイミングでもあるので、1、2週間後はサッカーのモードに切り替えてコンディションを整え、体を作っていこうと思っていますが、長いシーズンだったので、 ちょっとサッカーから離れてリラックスする時間を取りたいと思います。と、切り替えをはっきりとさせ、大会に向けては、もちろん、なでしこジャパンとして戦う上で、優勝を目指さなければいけないですけど、一戦一戦、目の前の相手に対して何ができるかをしっかりと考えて、一つずつ勝っていく中で優勝できればいいと思いますし、こういう大きな舞台で自分の楽しんでいる姿を、 特に日本の皆さんに見せたいと思っています。と、自身2度目のオリンピックでの戦いを見据えている。